あそこでルアーやってる人がいる。ヤマメかな。でも今年は本当にヤマメが釣れないよ。放流した当日からもう半月ぐらい経つのかな。とにかく今年はね、ヤマメ全然釣れない。放流当日に行ったけど、もう朝一で行った人が釣れなかったっていうからね。ほいで私も昼頃から行ったんだけど全然釣れなかった。もうヤマメの顔さえ見れないって感じで。でその後ここ2週間ぐらい経つんだけど、もういないものね。上流にはもう多分ヤマメ狙いの釣り人そんないないと思うんだよね。もうあそこにはもう多分ヤマメいないだろうから、放流してすぐこの下流に来ちゃってんだろうから。でその辺のとこでなんか釣れそうな雰囲気はするけど、多分釣り人もいないから釣れないもうダメだ、ヤマメはダメだってとこでしょうがねえ。今日はこの下、ワカサギ巡洋艦のあったとこ。今ね、ワカサギ巡洋艦は持ち主の家に行っちゃってるんでないんだけど、ここでな、ここちょっと水深があるような気もするんで、ここでまあ練り絵をこませに巻いて、何か、まあ早かな、まあ早か何かを狙ってみようと思う。おお、あそこに黒い、あの例の水鳥がいる。あれ、いっぱいいるな。お、いっぱいいるぞ。ヤマメはいないけど、あの黒い水鳥はいっぱいいる。まあ、なんちゅうことでしょうね。ほんと釣り人いないよ。ねえ、釣れないんだな、今年はな。今年はというか、まあ今年もか、ここ、結構ここのとこ釣れないんだよね。嫌になっちゃうよね、ここ。あんまり深くないかな。どうなんだろうな。その辺なら深いかな。まあ5メーターの竿で届く範囲で、ちょっと釣ってみましょう。水深測ってみるか。どのぐらい深さあるのかな。そんな深くねえだろう、ここ。あんまり深くないな。1メーターちょぼちょぼ。じゃな、コマセを巻いたら一応餌はこのブドウムシ。チャンピオンだぞ、チャンピオン。新しく買ってきたよ。これでな。チャンピオンだからな、とにかくな。頼むよ、お前。一匹も釣れなきゃチャンピオンじゃねえからな。分かってんだろうな、お前。さすが、買ってきたばっかりのやつだけあって新鮮、ね、これまあ運良ければヤマメちゃん、運が悪くてもまあ早か濁いは釣れねえな。でも早は釣れんだろうな。だよな、練り絵のコマセも撒いたことだし、まだニジマスは放流してないしな。なんだよな、ニジマスの季節になりゃな、練り絵で釣れちゃうんだけど。よっしゃ、じゃあこれでな。お、なんかかかったなんかあまりいい当たりじゃなかったけど、かかったよ。早かな、早っぽいな。だよね、あまり大きくない、多分早だろう。なんだこれ、あらあらあら、早っぽい、口がもう早っぽいもん。早だ、うん、あら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 、ほら早だ。じゃあ次な、チャンピオン2号頼むよ。1号はな、一応早釣ってくれたからな。お前はヤマメでお願いします。ヤマメでな、まあ、イワナでもいいけど、イワナも確か放流してるはずだからな。イワナ、ヤマメ、ニジマスでもいいよ。去年の生き残りのニジマスな。頼みます。またなんかかかった。ほら、また早か、また早、うん、なんかそんな感じ。ほら、また早だ。さっきと同じぐらいの。でもいいよ、俺は早でもいい、早でも嬉しい。ほら、やった、一匹目。そら、ほら、ほら、また早。
ああいうのって美味しいんだよ。ああ、チャンピオンサンゴ出てこい。どっかこの辺から出てきてくれ。あ、ここにいた、いた、ほら、ここに。あ、出てるやついっぱいいるじゃん。これお前、サンゴ、お前だ、お前な。よし、選ばれしサンゴ、今度こそヤマメ、イワナお願いしますね。分かってる、君に言ってんだ俺はな。君に頼むよな、頼むからな。チューって針を刺して予防接種してやるからよ。こうやってね、予防接種なのかなこれ。じゃあお願いします。またかかった、また早だろ。引きがまた早っぽい引きだけど、ほらでもいい。ブドウムシサンゴは早に変身したか。ほらほら早だ、また同じぐらいの早だ。でもいいです、やった。ほらほら早っ、やりました。ではチャンピオン4号、お、出てる、お前か、お前か、出ててくれたか、ありがとう。お前な、お前な、じゃあお前、お前こそは何かヤマメイワナになってくれるよね。え、なってくれる、ダメ、まあいいや、最悪はまあ早でもいいけど、できれば渓流魚、渓流魚でお願いします。またなんか、またなんかっていうのはまた早だ、多分早だろう。早でしょ、早でしょ、早でしょ。ほら、ん、なんか違うな。お、ヤマメちゃんだ、やった。じゃあタマミで救ってやる。タマミあんだから、ヤマメちゃん来ました。口見て分かったよ、口がなんかギャーって裂けてたから、ヤマメだろ。ほらちっこいけど、オリオモンだ、オリオモン。ほらほらほら、来た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 、やったな。おい、やっぱりいたな。おお、ほら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 、入った入った、やったやった、ヤマメ釣れた、ヤマメ釣れた。うわ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 、本当だぞこれ、ヤマメだぞ、本当だよ。ほら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 ね、ほら口が裂けてる。ほら、おお、ほら暴れんな暴れんな。ああ、そっち行くなよお前、逃げようとしてやがんなお前。ほらやった、ヤマメちゃん、ほら、おお、おめでとう、ありが、ほら、そっちに行くなっていうの、お前、なんで逃げようとすんだよ、お前、こん中入っててくれよ、ほら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 、おお、やりました。この4匹目のブドウムシ君がヤマメを釣ってくれました。やったな。じゃあお前はな、前の3匹とは違ってちゃんと名前をつけてやる。そうだな、チャンピオンブドウムシのミコト、どうだ、嬉しいか、嬉しいか、でもぐちゃぐちゃになっちまったな、ごめんね。次ゴゴ、あら隠れていいね、どっか、ほらゴゴ出てこいよ、お前、お前も次はな、そうだな、私の注文としてはヤマメ一匹釣ったから、次はイワナ、イワナを釣ってくれな。お前、お前、お前だよ、お前な、お前、イワナ釣ってくれ、イワナ釣ってくれたらお前も名前つけてやるぞ、頼むよ、頼むよ。よっしゃ、じゃあブドウムシ5号、お前もな、高貴な名前を授かるように頑張ってこい、頼むよ。なんか渡ったような気がするけど、あ、餌がない、5号、お前、え、取られたか、それとも逃げやがったか、ちっきしょう、5号に逃げられちゃったよ。なんだよおい、名前つけてやるって言ったら逃げちまうよ、なくなっちゃったよ。ああ、じゃあしょうがねえ、6号お前だよな、お前、5号にはお前一発で逃げられちゃった、逃げられちゃったのか、イワナに取られちゃったのか、イワナに食われちゃったのかな。当たりがあったけどね、さっきね、ちょっとだけね、今ね、でもあれはなんかもしかしたら推定についた根がかりだったかもしれないしな。お前な、お前頼むよな、今度こそ6号な、後期の名前を授かるようにな、とにかく頑張ってこい。そら、あ、なんかあのちょっと下流の方では黒い水鳥が怒涛なしてなんか表層の何かを食ってる。何食ってんだろうあいつら。
何か水面をつついてる。なんか食ってんだな。魚じゃないのは確かだな。なんか表面に浮いてるゴミみたいなもの食ってんのかな。今金色の太陽が西の山に沈んでいきました。何時だ、何時、何時。おう、まあこんなもんだな。でもね、今日はまあヤマメちゃんが一匹釣れたからな、よしとしましょう。これでじゃあ農館にしましょうか。そして今回持ち帰った釣果はこれ、ハヤ3匹、ヤマメ1匹でした。やったな、ヤマメが1匹釣れたからね、まあ殊勲賞ってとこですか。でね、今日の晩酌だけど、もちろんヤマメを食ってみようでないの、塩焼きだな。で、ハヤも3匹も釣れたから、この中で1匹塩焼きにしましょう。そうだな、どれにするかっていうと、ヤマメと同じぐらいの大きさのこれがいいかな。これほら、これこれヤマメと同じぐらいの大きさね。この2匹を塩焼きにして晩酌の酒の魚にすることにしましょう。それではまずは手始めに、この釣果に塩をぶっかけて鱗落としでゴシゴシこすって、ぬめりと鱗を取り去ることにしましょう。こんな感じでね、すべての釣果に塩をぶっかけて鱗落としでゴシゴシこすって鱗とぬめりを取り去りました。で、この取り去った鱗とぬめりは流水できれいに洗い流しましょう。はい、このようにきれいになりました。そしたら今晩の酒の魚にするこの2匹、この2匹の内臓とエラを取り去りましょう。はい、ヤマメの内臓とエラがこのように取り去れました。そしたらヤマメはここのところにね、この黒いやつっていうか赤黒いやつね、これ背綿なんですよね。この背綿も取り去りましょう。こんな感じでね、背綿も取り去りました。じゃあね、これまあ置いといて、こっちのハヤ、ハヤの方も同じように調理バサミで内臓とエラを取り去りましょう。はい、こんな感じでハヤの方も内臓とエラを取り去りました。そしたらね、ハヤもね、ここのとこ、このとこにね、ちょっとだけこう背わたがついてるんで、これは取り去りましょう。こんな感じでね、背わたも取り去りました。じゃあこの2匹、こいつとこいつね、お腹の中をきれいに洗いましょう。はい、これでこのようにほら、2匹ともきれいになりました。そしたらね、ちょっとこれ水気をね、キッチンペーパーで拭き取りましょう。水気が拭き取れたらこれに塩を振って焼けばいいんですけどね、今回はね、このバーベキュー用の長いこの金串、これをね、打って焼きましょう。こんな感じでね、バーベキュー用の長い鉄串を打ちました。そしたらね、これに塩を振って焼くんですけど、今回も使う塩はこれです。海の精、これは伊豆大島特産の塩です。美味しいよこの塩。これをね、パラパラっとこいつに振ってから焼くことにしましょう。はい、焼けました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 。でもね、焼けた後この鉄串抜こうとしたら抜けないんだよね。焼きついてしまったよなあ、焼きついちゃったよみたいな感じだけど、でもうまく焼けたぞ。ほら見てくれよ、これほら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 ね、えこっちの早くもうまく焼けたよ。これほら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 ほーらら、ね。じゃあな、早速こいつらを食ってみましょう。でもうまそうだよね。まあお箸を用意しましたけど、今日はね、これ焼きついちゃったからよ。これこう持ってさ、ほらね、持ってね、豪快に食ってみようじゃないの。その方がなんかさ、いいよね。やっぱね、釣り人料理って感じでしょね。まずはやっぱこう持っちゃったから、もうこっちはな、ヤマメでしょう、やっぱヤマメでしょうって感じでな、嬉しいね。ヤマメはやっぱ嬉しいよね。じゃあこれ行かせていただきます。行きます、行きます。
おお、これはあいちだ。やっぱり出たよ。おいちよこれ。やっぱヤマメはうまいよね。渓流魚の中でヤマメっていうのはやっぱね、一番おいしいような気がします。次がニジマスかな。結構ね、イワナはあんまりおいしくないらしいんだよ。嬉しいけどね、釣れるとね。もう一口いかせていただきます。これはおいしいわ。これはおいしい。全部バクバク食っちゃうのはもったいねえ。もったいねえ。じゃあな、次な。次こっち、ハヤだっておいしいよ。ハヤはね、ちょっと骨が硬いんだけどね、今のハヤはうまいぞな。でちなみにだな、あの水域は来月4月1ヶ月だけはハヤは禁漁なんだよね。ハヤが禁漁の水域っていうのもあるんだぞ。知ってた？なあ、あそこは4月はハヤは禁漁だぜみたいな。じゃあな、禁漁前の一番おいしいところをな、行かせていただきます。行きます。これもね、うまい。おいしい。おいしい。じゃあもう一口な、ガブリと行きます。うまい。うまい。なんかこの皮がビロビロンってなったけど、この皮も行かせていただきます。うまい。うまいよ。ハヤはね、美味しいんですよ。なんかハヤなんかまずいとか臭いとか言うけど、あれは臭い水域にいるハヤが臭いんだから。臭い水域にいるヤマメだって臭いぞな。臭い水域にいやどんな魚だって臭くなんだから、臭くない水域にいればどんな魚だって美味しいんだよとな。魚の叫びをここでもってな、聞いたとこで、ここらでお酒といきましょう。お酒とくれば普通日本酒っていきたいとこだけどな、これが違うんだよ。今日はね、結構ね、季節外れの暖かさだったからな。だからな、こんなものを用意しました。クラフトチューハイだぞ。知ってました？これ山梨の桃だぞ。こんなのもあるんだ、クラフトチューハイ。だからクラフトチューハイ、いつもね、あの伊豆大島に行くときね、あの小笠原のパッションフルーツとレモン、あそこは2つあるんだよね。パッションフルーツとレモンっていうのはこれね、あれが県単体の動画では有名だけどね、こんなのもあるっていうのは初めて知りましたよ。それとね、そうだ、ちょっと前っていうか随分前か、横浜のなんか柑橘系っていうのもあったよね。あれも確か動画になってると思ったな。なってるよね。ゆずじゃないけど、なんか柑橘系だったよ。結構これって全国あっちこっちレアなこうクラフトチューハイっていうのがあるんだね。まだまだ知らないのがいっぱいあるかもしんない。じゃあ今日はな、この山梨の桃クラフトチューハイをな、このチューハイを飲むこのグラスでな、これでこう注いでいただきます。どれ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 、桃だから桃の味すんだろうな。山梨ってね、桃有名なんだよ。全国で一番多いんじゃないかな、収穫量は。とにかく桃有名なんですよ。まあ桃の実っていうのは春じゃないけどね。でもまあ花は春だから、まあいいんじゃないの、こういうのでね。春で春つながり、いきます。桃だ。確かに桃の味がするよ。山梨だよ。美味しいよ。ありがとうございます。いやー、でもね、今日はね、予期せずしてヤマメちゃんが釣れちゃって、なんとも嬉しかったですね。でもね、また次行ったからって釣れるってもんじゃないんだよね。とにかく今渋いからね。何年かね、もう連続で渋いんだよ、あそこの水域は。ヤマメとかイワナとか、そういう渓流魚が。とにかく渋いからね。でも来月ね、来月またチャンスがあるから。来月はニジマスだよ。ニジマスの放流があるからな。来月こそはニジマスを大量に釣って、ニジマスのおいちい燻製を作ってみようと思う。てなわけで、今日の動画はこれにて終了です。では、次回、また川釣り動画で会いましょう。ごきげんよう。